ラウンドテーブル、ラウンドテーブル、1954年から1986年は、アメリカの競争場、シュボバ、黄金世代と呼ばれた1957年、アメリカクラシック世代の一等でクラシックには勝てなかったが、アメリカ各地を転戦して66 43勝、芝、ダートを問わず、実績を残し、計16度のレコードを記録した。 生涯獲得賞金額は174万9869ドルに上り、1964年にケルソによって破られるまで世界レコードであった。1958年アメリカ年度代表馬。タネボガとしてもアメリカリーディングサイヤーに輝くなど、活躍した。馬名は、円卓の騎士に由来。ラウンドテーブルは1954年4月6日。 アメリカ合衆国ケンタッキー州のクレーボーンファームで生まれた。生育が悪く対抗は、セーバーで157.5センチメートルにしかならなかった。馬名は、アーサー・オーの円卓の騎士に由来しており、母ナイツ・ドーター、騎士の娘にちなむ。なお、後に、ライバルとなる、ボールド・ルーラーとは顔見知りだった。同じ日、このわずか30分後に、同じ牧場の隣の馬房で生まれ、 引退後も同じ牧場で過ごした。クレーボーンファームは、ラウンドテーブルを売却しようとしたが値段を4万ドルに、設定したところ買い手が数、クレーボーンファームの名義で競争馬となった。ラウンドテーブルは1956年2月24日に競争馬としてデビューした。デビュー戦は4着に敗れ、4月に2戦目で初勝利を挙げた。ラウンドテーブルはこの年に10戦して5勝という、 成績を残した。1957年1月から2月にかけて連敗したラウンドテーブルはトラビス・エムカーという名の石油なり金に売却され、本拠地をケンタッキー州キーインランドからカリフォルニア州サンターに耐えと移し、売却額は14万5000ドルで守護場となった際には、権利の25%を3年間、クレーボーンファームが保有するという条件が付けられた。 売却後2月16日に、ハイアリーパーク競馬場で行われた一般競争を勝ち、4月に入り、ベイメドーズステークスとブルーグラスステークスを連勝。続く、アメリカ3冠第1戦のケンタッキーダービーでは2番人気に、支持されたが3着に敗れた。ケンタッキーダービーに敗れた、ラウンドテーブルは、プリークネスステークスとベルモントステークスには出走せず、5月末から7月下旬に、 かけて、西部ハリウッドパーク競馬場で行われたレースに出、初戦で敗れた後を連勝した。その後東部へ移動したが、勢いは衰えず、8月31日のアメリカンダービーで、ケンタッキーダービーを勝ったアイアンリージを下して、優勝するなど11月1日にかけて11連を達成した。この時期のラウンドテーブルは、プリンクネスステークス優勝馬のボールドルーラーと、 ベルモントステークス優勝馬のギャラントマンと共に3歳、3強という評価を得ていたが、11月9日のトレントンハンデキャップでは、両馬との対決が実現した。レースは122ポンドを背負った、ボールドルーラーが優勝し、124ポンドを背負った、ギャラントマンが2着、124ポンドを背負った、ラウンドテーブルは3着に敗れた。 なお、三強が対決したのはこのレースが最後であった。12月に、再び西部へ戻って、サンターニタ競馬場で1勝を挙げ、22戦15勝の成績でこの年のシーズンを終えた、ラウンドテーブルは芝コースでの活躍が認められ、1957年度の最優秀芝コース場に選出された。ちなみにこの年の年度代表場には、ボールドルーラーが選ばれた。 1958年、ラウンドテーブルは、年明けから5月にかけて7連勝、うち5勝が、レコード勝ちという目覚ましい成績を上げた。その後もアメリカ各地を転戦し、ダート・芝両方のレースに出走、年間20戦14勝という成績を収め、1958年度の年度代表馬、最優秀ハンデキャップコバ、最優秀芝コース馬のタイトルを獲得した。 さらにこの年の最終戦となった、ホースオンキンパイを優勝した時点で、ラウンドテーブルの獲得賞金額は133万6364ドルとなり、ナシュアが記録した128万8565ドルの記録を更新した。1959年、ラウンドテーブルは生涯獲得賞金額の世界レコードを更新し続けた。月のワシントンバースデーデキャップで、 右前肢を負傷し16着に敗れた。ちなみにこのレースの優勝場は日本か遠征していた白地からであるが6月に復帰すると前年と同様にアメリカ各地の競馬場を転戦し芝、ダート両方のレースに出走した。この年のラウンドテーブルの成績は14009勝、うち7勝がレコード勝ちであった。ラウンドテーブルは1959年のシーズンを 最後に競争馬を引退し、守護馬となって、クレーボーンファームにつなぎようされた。前述のように守護馬となった、ラウンドテーブルは、クレーボーンファームとビス・エ M カーが、持ち分1、3で共有することになっていたが間もなく、カーが死亡したため、クレーボーンファームを中心に結成されたシンジケートが、所有することになった。ラウンドテーブルは、安定したシュ成績を収め、キングズ・ビショップや、 アッパーケースが活躍した1972年にアメリカのリーディングサイヤーとなるなどリーディングサイヤー10位以内に7回ランクインした。日本へは3区のボールドリック、ターゴアイス、アーティアス、デュール、ダムウェイパなどが種ボバとして輸入された。ラウンドテーブルは1981年を最後に種ボバを引退し、クレーボンファームで余生を過ごした。 1986年6月13日、老衰により32歳で死亡した。遺体はクレーボンファームの敷地内に埋葬された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。